こんにちは、京進の湯浅です。今回はですね、施工させていただいたお客様の施工の内容の方を、ご紹介させていただきます。外壁は向きの塗料、下塗りのいらないもので耐久年数が20年以上、リーズナブルな塗料を使用いたしました。で、屋根は今回塗装ではなく、カバー工法という施工の内容になっております。まず今回はですね、こちらの 19-30A というお色を、使用いたしました。で、実際これ小さいのでイメージがしづらいんですよ。なのでこちら塗り板で、あちらですね、カラーシミュレーションを、使って、あとは実際に立っているお家を参考にして、お色の方を決めさせていただきました。次は屋根、今回は塗装なしです。なぜなのか、屋根の材質がノンアスベストと言われる屋根で、塗ってしまうと剥がれちゃうんですね、すぐ。なので、今回はカバー工法を、ご提案させていただきました。カバー工法って何やねんって皆さん思いますよね。カバー工法っていうのは、今ある屋根の上に、防水シートの、処理をしていって、その上に新しい屋根を、つける、といった施工内容になっております。で、よく使われるのはこちら、エコグラーニというものになります。ただ今回、実際に使用したのはこちらになります。ディーズルーフィングのクラシックタイルになります。超かっこいいですよね、これ。デザイン性と高級感があるのですごいおすすめです。では、実際にお家を見てみましょう。こんにちは。今回 YouTube 第13弾ということでですね、こちらのお家にお伺いいたしました。それでは準備の方を行います。よろしくお願いします。それでは撮影の方を行います。ではですね、お客様に直接いただいた声をご紹介いたします。実際に事務所に来させていただいて、カラーシミュレーションであったり塗り板のサンプルを参考にさせていただきました。実際にですね、希望するお色のお家を見せていただいて、代表がこんな風になりますよということで、代表の経験を信頼してお願いをいたしました。今回初めてツートンからワンパターン単色に、させていただきました。とっても、重厚感あってかっこいい仕上がりとなりました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、こういう風にドローンでお客様のお家を撮影させていただきました。こういったことを皆さん参考にしていただければと思います。